い、はい、じゃあ始まりました、オメマイさんと僕のスタちゃん流対、ケンタバルケンタイクバル、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはね、来ましたね、高カードが。もう伊藤さんと僕で作り上げたリューバルを間違いない。もう真央さんやってくれなかったんでね。この大きい攻めなんですよね、リュウはやっぱり。これで火力差が埋まってるっていう。むしろバンログの方が火力がないという、ね、そうそうなんです。こけたら死ぬっていう状況が伊藤さんとかふたちゃんは本当にそうなってしまう。ダモンで一触触発。この二つの特に地上もなんかうまいですよね。地上もうまいです。差し合いが。僕もできますから。わあ、ごめんなさい。これは見えない。見えない。まあ、今のがあのめくりたす巻きと表の二択。ついですね。じゃあまずは。はい。さっきの置き攻めなんですけど、このゲームの地形効果で逆飛びだと竜のめくりが使っちゃうんですよね。はいはい、はい。なので逆飛びの時は、正面かめくりたす巻きの完全二択。はいはい。うん、で、順飛びの場合は普通のめくりも当たるんで、うんうん、3択ですよね、はいはい、正面、裏めくり、めくり出すまで、はい、置き攻めであっという間にふたちゃんがそう、ここでもう これなんですよね。これなんです、もうすぐに終わる。このうわー、で、今のはい、最後のふたちゃんの橋の飛びなんですけど、あれは壁にひっつくように飛んでるんで、あのテラーが、タミが消えてるんですよね。 1P 側はテラーのタミが消える、 2P は消えません。消えない。あれに対してはバルーは暗い投げぐらいしかないんですね。そうですね、暗い投げ、話テラーも、まあ、後ろテラーっていうのもありますけど、出るんですけど竜が反対行って後ろから反撃を受けた。そうなんです。この中マリオもすごい強いんですよね。これが強い。バルログの旅を全部落とすんで、読みでこうマリオを置いていくと着地投げとセットでできるん で、 んですよ。しかもテラーのない時にやるとくともう飛びどこ感がある。そうですね、このちょっとでも竜巻に引っかかっちゃうと始まっちゃうっていう、全てが終わると思う。あ、よ、これは良く投げだけ。バルログはやっぱ氷バルモードで殺したいですよね。そうなん、そこ行くまでにいや圧倒してますね。やばいです。ふたちゃんが 3-0 とリードしてます ね。ここはちょっと盛り返したいですね、ケンタさん。そうですね、まあでもバンログ結局飛び道具がないんで触りに行くしかないんですけど、そこにダウンを取られるリスクがあるんで、そう非常に難しい。地上から行った方がいい相手と、空中から行った方がいい相手って結構人読みが入りますね。そうですね、人読みがないと逆に竜はちょっとバルグ偉いんですよね。初見の相手だとちょっと不利かもしれないですね。この立ち中キックも使いますね。そう、立ち中キックがもうほんとほぼ端足程度万全、うん、まあ、爪の先端で当てるしかない、ね、当てるしかないっていう。ただそれは勝利を食らうリスクがあるんで、なかなか氷バルモードに行きたいがいけない。いけないんですよね。こうお釣りが安いんですよね。そう、弱小竜の大きいがすごいリスクリターン合ってるんで、竜は。ああ、うまい。これなんですよ。万能対空出ました。さあ、4-0 です。本当強い。たまらない。あ、すいません。もう一本ありましたね。さあ、これはいいペースで、ケンタさん。バンスランループに行けないんですよね。そうですね。まあ、橋は竜もやっぱきついじゃないですかね。やっぱリードしてこう走れっていうのが大事かもしれないですね。そうですね、うん、あ、これはうまいぞ。あ、今のはヒョウバルに行きたかったがですけど、まあちょっと難しかったかな。あ、これは噛み合ってケンタさんが1本取り返す。はい、これね、自分がやってると感じなんですけど、見てるとめちゃくちゃ速いっていう展開が。速いですね。一瞬で終わってるんですけど、うん、さあ、橋をうまく、これがやばい。あー、これこの三段がもうピオリーチなんですよ。あれでピオる時もあるし、あります、余裕であります。もうゲロキスですよね。ゲロキスなんですよね。ただつなぎ難しいですよね。あれ難しい、練習しない。ただ実用性はあるんで、うん、頑張ってやってほしいですね。ただ難しかったら二段みたいに相模中パンキャンセル弱小弱竜巻、あれでもいいんですよ。結局ダウン取れたループすればいいんで、ね、
さあ橋に、あ、これがテラー消えてますね。テラー消えてますね。またテラー消えてますね。消えてます。これはもう投げ返すか、クライナー投げですかね。さあ2つアンがリーチです。まあこのプレッシャーが本当半端ないんでね。テラーあるときはやっぱりあえて、そうそうなんですよね。まあこれはうまいぞ。これ真空持ってるんでね、うかつにできない。あ、これ上が本当出ます。あ、これ、あ、今のはミスかな。そうです。さあ、お、まだわかんない。ああ、あれはジャッククリスタルとダイヤクリスタルパックになってるんですよ ね、 すね、タイミングが違うんで、ね、どっちかを張ってないと返せない、無理なんです。だからあれに、まあ、今のは付き合わざるを得なかったんですけど、普段は付き合うと、まあ、バルログなん で、 そうです、ね、もうやってくる相手はもう無視ですね、基本。ケンタさんもだいぶペースを掴んできたかな。やっぱりそうですね、いいですね、こう地上でチク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 。これはバルログも、ま、守れる体力なん で、 で、ね、あ、ここは思い切って、まあ、リスクリターン当てますよね。そうですね。ヨンダさんが、いや3の2ですね。リーチかけられてから2本取り返しましたね。あ、すみません、4の2ですね。さあ、巻き込まれた。これはでかい。あ、痛い。で、これがタメが消えてる。あ、これがそうですね、裏ですね。うまいですね。画面押しで亀になるっていうのもありかもしれない、はい、です。なんかダウン取ったらこれでいくべき、ね、これなんですよね。もう分かんない、また始まるっていう。もう地獄の置き止めじゃん。北さん勝利でした。はい、お疲れ様でした。